姫神さん、今行くから。やっぱり来たのね。姫神！この間はごめんなさい。ちゃんととどめをさせなくて。痛かったよね。怖かったよね。だけど、今度は大丈夫。もう失敗はしないから。待って！うちらは姫神さんを助けに来たんよ。助けに？あなたたちが私を救う？面白いこと思いつくのね。面白くなんかない！アリスたちは本気なの！残念だけど、私は救ってほしいなんて思ってないわ。どうして？気が遠くなるくらいの長い時間、ここにいて、醜いものや汚いもの、たくさん見てきたわ。それでわかったの。私の中にも、恨みと憎しみが、いっぱいに膨らんでいくのが。私はもう、いい子じゃない。現世には戻れない。私ね、ずっと考えてたの。なんで蘇りなんてあるんだろうって。構成プログラムなんていらない。悪い子はずっと地獄に閉じ込めておけばいい。だから壊してしまうの。この塔も、システムも、あなたたちも、私も、全部一緒にね！壊す？そんなのダメだ！私たちは、みんなで生き返るって誓ったんだから。私、あんたとは戦いたくないって思ってた。だけど、そんなことは絶対にさせらんない！ごめんな、姫神さん。うちはみんなのために、あなたを倒す！何しに来たの？無駄だって言ってるでしょ！もう少し静かにし！おおきにな、おどきやす！見えた！バッケン五色ルーム！もう壊さへんし、壊させへんわ。みんなのことも、姫神さん、あなたのことも、騎士巴御前、参ります。見えた。知る。騎士？そんな。ありがとう。ほどきやす！ファトン！まだまだ行くよ！おきにやす！ありがとう。もう逃げられないの。出る！覚えて。消えちゃえ！
姿聞かさんとね。胸が大きゅうて。おおきにね。ありがとう。みんなも気合だ。やーパワフル軍団完成。アシスト、コール立て直し。やーパワフル軍団完成。助かった。ありがとう。天覇の方、やー次で終わりだ。悪くない判断ね。ありがとう。スクリューパッチ行くぞ。よう気張ったね。おおきにな。充電中。アリス、また。はう。じゃあこれあげる。まだ欲しいの？どうして邪魔をするの？悪い子は生きてちゃいけないの。
もうみんな死んじゃえ。おどきやす見えた。バッケンゴショグルは解きやす。見えた。バッケン五色ルーム。なんだ。来るぞ全員ガード。撃たないで。
これあげる。まだ欲しいの？ほどきやす！もう逃げられないの。出る。凍えて消えちゃえ。の王の刀筋、よう味わってや。ボタンちりて打ち重なるのに三点。ついただろ。私たちはもうあんたと戦いたくない。姫神さん、もうやめにせえへん？そうだ、姫神も一緒に帰ったらいいじゃんか。ダメダメよ。私たちは悪い子なんだから。誰もこの塔からは脱出させない。みんな一緒に死ぬの。待って、姫神さん、待って。ミュウ先生、私ずっとあなたに謝りたくて。
あの時、私は初仕事だった。筋金入りの悪い子たちの中で、あなたはとても素直で、頑張り屋さんで、だから私、あなたに甘えてた。自分にかかるプレッシャーを全部あなたに押し付けて。やめて、言い訳なんて聞きたくない。言い訳じゃないの、これは懺悔。生徒を見捨てた最低の教師のあなたが脱走して、ようやく自分の罪に気づいた。だけど自分ではどうすることもできなくて、この塔でただ時を過ごしてきた。だけど見てて気づいたの、私にできること。ねえ姫神さん、もう一度この塔を登らない？もう絶対に裏切らない。私は命に代えてもあなたを守るから。ミュウ先生。大丈夫だから。みんな、それに先生、意地悪してごめんなさい。あなたたちはちゃんといい子になれたんだね。姫神さんのシステム介入がセキュリティに探知されたのね。すぐに委員会が違反者を処罰しに来るわ。そんな、ほな、はよ逃げんと。姫神、ミユ、早く行くぞ。私は、行かないわ。バカ、何言ってんのよ。早く行かなきゃ捕まるんだってば。そう、私は罪を犯した。だから捕まるの。罪を乗り越えたあなたたちとは一緒に行けない。だけどこんな大規模なエラーを発生させた罰がどれだけ重くなるか。それが私の責任だから。それは私も同じね。姫神さんの引率教師としての責任がある。私はこの子と一緒にここに残るわ。君たちは早く先へ進みなさい。そんなことできるわけねえだろ。泣かないの。姫神さんは私が責任を持って現世に送り届けるから。またいつか現世で会えたら、その時はお友達になれるかな。そんなの当たり前でしょ。いっぱいいろんなところ遊びに行こうね。姫神ならすぐ来れるはずなの。ありがとう、みんな。先生、行こう。先生、こっちよ。
ねえ、この水色かこっちのストライプのか、どっちも似合うと思うんやけど、先生はどっちがお好み？どっちでもええって？困ったわ。あ、そうや、どっちも買ったらええんやわ。先生ちょっと待っててな、うちすぐに買ってくるから。え、先生いらんの？うちプレゼントしようと思っとったのに。でも、うん、そうやね、うちは今先生とこうやって歩いてるだけで幸せ。プレゼントも何もいらんもん。先生はうちとおって幸せ？嬉しい。うち今日はこのままずっと腕組んで歩いてたい。先生男らしい。いつか二人でこうやって歩けたらいいね。あんなことしたうちがそんな夢を持ったらあかんのかもしれんけど、二人でバージンロードを歩きたいなって。私のシチュー